もこんにちは、ハゲヨルです。今回はこれ毎日5分トレーニングレベル3です。ギター初心者向けの右手左手のトレーニングが詰まってるので、ぜひ毎日取り組んで弾けるようになってください。エレキでもアコギでも共通です。いきなりはできないと思うので何度でも取り組んでください。それではいきましょう。まずは D コードを弾いていきますよ。ダウンアップダウンダウンアップダウンダウンアップダウンアップダウンアップダウン、まあ337拍子ってやつですね。手首をうまく返してアップストロークの時にピックが引っかからないように、これ振り方見てください。一弦鳴ってますか？しっかり指立てましょう。ではその一弦を克服するための練習です。全体は D コードのまま、一弦だけ開放弦2フレット3フレット2フレットと変えていきましょう。中指離した状態から押さえて、次小指押さえて小指離して、繰り返します。一弦開放2フレット3フレット2フレット、はい、もう1回。ヘッドが下がってるとこれなりませんよ。これできると香水とか簡単ですね。はい、 OK。 じゃあ次は E コードね。これは簡単だ。で、右手のミュートやってもらいます。弾くのとほぼ同時、まあ、ちょっと早く右手のひらの小指側で全部の弦に触ります。触るというか、もはやこれチョップしてますね。そしてこの音程の鳴ってないチャッっていう音、チャッっていう音を出す、これの練習です。この辺です。この辺を軽く押し付けるイメージね。ではもう一回やります。チャッチャッって音鳴ってますか？手首の角度こんな感じです。つまりそもそも肘から先はギターからほとんど離れてないってことですね。これ実は普通のストロークの時もそうです。意識してください。じゃあちょっと弾く回数増やしましょう。アップストローク混ざります。ジャージャーチャッで、チャッの時にピックを一弦のすぐ下あたりで止めるようにしてください。この次のフレーズはそうじゃないと弾けない。では次、これがめちゃめちゃよく使われるので頑張って、ジャージャーチャッジャー、このチャッのすぐ後でアップストロークです。つまりこのチャもダウンストロークのちょっとした変形だと思って弾きましょう。で、もちろんリズムも気をつけて。OK です。じゃあ次はドレミファソラシド弾いてみましょう。ポジションはここ、6弦の8フレットから。それではいってらっしゃい。もうこれはあれですよ、ポジションを覚えるしかない。ただこのドレミはポジションを覚えるとめちゃめちゃ汎用性ありますので絶対覚えてください。1フレット1指の大原則守ってください。慣れればこれが一番弾きやすい。さらにこのまま上がっていきます。指は寝かさないで指先で押さえる。僕の手見てくれ。そしたらもう一回やります。せーの。小指が届かない方、むしろ親指の位置が悪いせいかもしれません。僕の親指この辺です。7フレットの裏ぐらいかな。で、ちなみに親指は細い弦に行くにつれてだんだんと8フレットぐらいまで来てます。この方が握りやすいですね。まさかとは思うんですけど、もう姿勢悪い人いませんよね。大丈夫ですよね。よし、ではスピードアップしてもう一回。これ何度も練習してこのポジション、指の動かし方叩き込んでください。ドレミファソラシド、別名 C メジャースケールと言います。 OK。 そしたらその動かし方のまま平行移動してください。6弦の3フレットから始めます。はい、全く同じ動きですよ。フレットの間隔がさっきより広いからちょっと難しいですね。頑張って。ちなみにこれを G メジャースケールと言います。 OK。 そしたら次は同じ動きを6弦の10フレットからスタート。ハイフレットで弾くときはギターが自分の体の右側を向くようにするといいですよ。右足に乗せて左足を開く。こうすると弾きやすくなります。そしたら最後コード D、 この337拍子ダウンストロークだけで弾いてください。まあ、全部四分音符ってことですね。力抜いてね。そしたらコードチェンジします。 G に行くよ。せーの。全部いっぺんに離して、全部いっぺんに着地ね。で、もう一回やったらコード D に戻ります。早めに浮かしていいかね。せーの。オッケー。そしたら同じこと倍速でやりますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。倍速って言っても腕の振りの速さは変わりませんね。アップストロークを入れるってことです。これが8
分を打つってやつだ。最後に D。はい、OK。お疲れ様でした。繰り返し練習してると自然とあなたが弾きたい曲の練習になってるはずです。では今日もギターを楽しんで、明日もまたこのトレーニングやってね。バイバイ。